シェリーアン・フレイザー・プライスはジャマイカの陸上競技選手。2008年に行われた北京オリンピックでジャマイカ人女性として初めて100メートルでオリンピックの金メダルを獲得した。オリンピックの陸上競技100メートルで2連覇を達成した金メダリスト。世界陸上競技選手権大会の100メートル、200メートル、400メートルリレーで 通算9個の金メダルを獲得。2013年世界陸上モスクワ大会では女性で初めて世界陸上の短距離三冠を達成した。ジャマイカの首都キングストンにある地元住民以外は出入りが許されないという危険なスラム地区に生まれた。父親は同じ通りに住んでいたが同居せず、フレイザーは兄、弟と共に母親から女で一つで育てられた。 母親はしつけに厳しく勉強をしろとうるさかったので学校の成績も悪くなかったが家が貧しかったので地元でも有名な女学校の試験に合格しても授業料が払えなかったところが見知らぬ若い資産家の女性が理由も言わずに授業料を払い続けてくれたおかげで進学し勉強に励むことができた16歳だった2003年にはジャマイカで とても人気のある陸上競技の全国高校選手権チャンプスに出場し100メートルで7位になっている。しかし当時は母親が勉強をしろとうるさかったので陸上競技に本気で取り組んでいなかった。ジャマイカ工科大学に在学中だった21歳の時に大学のキャンパス内で練習していた MVP トラック フィールドクラブに加入して本格的に陸上競技を始めたが、加入当初はその身長の低さもあり、短距離では成功しない等と周りから言われていた。フレーザーは2007年までは目立つ選手ではなかった。実際、2007年までの100メートルの自己ベストは11秒31であり、ジャマイカの並みいるスプリンターたちに遠く及ばない状況であった。しかし、2008年の 北京オリンピック国内選考会で世界チャンピオンのベロニカ・キャンベル・ブラウンらを抑えて2位に入り100メートルで代表入りを果たす。オリンピックでも順調に勝ち進み決勝では10秒78の好タイムで優勝。2位に0.2秒の大差をつける圧勝であった。なお、同タイムでジャマイカのシェローン・シンプソンとケロン・スチュワートが2位に入り表彰台を独占した。 400メートルリレーは、フレーザー、キャンベル・ブラウン、シンプソン、スチュワートというメンバーで、世界記録更新が期待されたが、決勝でのバトンミスにより失格となった。2009年の世界陸上ベルリン大会の100メートルでは、マリーン・ウォッティが保持していたジャマイカ記録を、約13年ぶりに更新する10秒73で、優勝した。2010年5月に、中国、 上海で行われた IAF ダイヤモンドリーグでオキシコドンに陽性反応を示した。本人は禁止薬物とは知らず、質を抑えるために使用したと弁明していたが、10月に6ヶ月の出場停止処分になった。フレーザーは暫定的な処分を受けており、競技会への出場は2011年1月8日から可能になった。2011年1月に結婚した。 世界陸上テグ大会の100メートルは4位。400メートルリレー決勝では第1走者を務めてジャマイカ新記録を樹立し銀メダルを獲得した。2012年8月のロンドンオリンピック100メートル決勝は10秒75の記録で優勝し、北京オリンピックに続き同一種目で連覇を飾った。同オリンピックの200メートル決勝は アメリカのアリソン・フェリックスに次ぐ22秒09で2位となり銀メダルを獲得した。200メートルではオリンピックと世界選手権を通じて初のメダル獲得。2013年8月の世界陸上モスクワ大会は100メートルで今季世界最高記録となる10秒71で優勝し金メダルを獲得した。同種目では2009年世界 陸上ベルリン大会以来に大会ぶりの金メダル獲得。200メートルは22秒17で優勝して、オリンピックと世界選手権を通じて、同種目初の金メダルを獲得。ジルケ・グラディッシュとカトリン・クラッペに続き、史上3人目となる、同一大会での100メートル200メートル女子短距離2冠を達成した。400メートル、リレー決勝ではアンカーを走り、 ジャマイカが41秒29の大会新記録でに大会ぶり3度目の優勝を遂げ金メダルを獲得した。フレイザー・プライスは世界陸上で女性初の短距離3冠を達成した。ダイヤモンドリーグでは100メートルと200メートルで年間王者に輝き男女通じて初の2冠を達成した。11月のワールドアスレチック柄で IAAF 世界最優秀選手賞を受賞した。ジャマイカの女子選手としては1990年のマリーン・ウォッティに続いて二人目。男子はウサイン・ボルトが受賞し、初のジャマイカ選手アベック受賞となった。ポケットロケット財団を設立し、自分と同じような境遇で育っている才能ある子供たちを援助している。2014年1月に、 シックヘアジャという名前の美容室をキングストンにオープンした。3月の世界室内陸上、ソポト大会60メートル決勝で、世界歴代7位の記録となる6秒98で優勝し、金メダルを獲得した。初出場となった8月のコモンウェルスゲームズ400メートル、リレー決勝ではアンカーを務め、41秒83の大会記録を樹立して、 金メダルを獲得した。ありがとうございます。